ただいま。あら、ゆうちゃん、おかえり。うん。あ、そうだ、ゆうちゃん、あれは？え、あれって何？いやーね、あれよ、あれあれ。あれ、俺なんか頼まれてたっけ？あ、もう、言ったでしょ？あれがあれだから、あれしてちょうだいって。だから、あれって何なのさ。え、あれよ、あ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 れ、あれって何よ。知らないよ。ただいま。はい、買ってきたよ、柔軟剤。あ、そうそう、そうだった、そうだった。どうして出てこなかったんだろう。あー、よかった。あー、すっきりした。どうしたの？いやね、誰に何のお買い物頼んでたのかすっかりど忘れしちゃってさ。ふーん。まあ、お母さんもだいぶ年だしね。あら、あらら、お母さんが変？いつも変じゃん。そうなんだけどさ、なんか調子が違う感じなんだよね。いつもだったらさ。まあ、お母さんもだいぶ年だしね。くだらないこと言ってるんじゃないの。お母さんはね、いつも同時に10個くらいのことを考えてんのってな感じじゃない。そう言われると確かに変だな。なんか、よっぽどショッキングなことがあったんじゃないかな。忘れね、あるわよね。私もしょっちゅう。役者さんの名前がすらっと出なかったりとかね。そうそう、あ、い、う、え、おとか言って一文字ずつ探しちゃったりして。やばい、水島さん、それやばい。でもね、時々本当に大丈夫かなって思っちゃうわ。どうして？だってほら、年の取りようは見た目でわかるけど、頭の中は目に見えないじゃない。あ、それなら面白いものがあるの。ん？じゃーん、これご存知？あら、これブレインハカルチャーじゃないの。こないだ買っちゃったの。いやー、いい、ちょっとやらせてもらっても。ん、もちろん。やったー。富山さん、なにこれ？これね、ゲームなの。簡単な問題を解いて脳の年齢を調べることができちゃうのよ。え、すごい、富山さんの脳年齢28歳ですって。毎日やってるから。ねえねえ、どうやんのこれ。ここ押して、ここ。ん、あ、始まる始まるわ。リラックスよ。あ、いや、おい、ダメ、あ、ちょっと違う、嘘、あ、なんだか楽しそうね。クイズみたいなものだからつい熱中しちゃうのよ。うん、あら、やだ、もう終わり。結果が出るわよ。うそー、もう全然ダメ。あなたの脳年齢はの57歳やの。ちょっとこれ本当？最初はみんなそんなものなのよ。慣れればどんどん若くなるから大丈夫。だかがゲームなんだから、そんなに気にしない方がいいわよ。ほら、立花さんも。ん？どうかしらね、私は。18歳とかになっちゃったらどうしましょう。あら、おかしいわ。なにこれ。あ、終了だって。あなたの脳年齢はの88歳やの。あいう、あ、あい。立花さん、これはゲーム、たかがゲームよ。そうよ、お遊びなんだから。それにほら、長生きでおめでたい年齢じゃないの。がっつり
このいけないゲーム。立花さん大丈夫かしら。今回は時間がかかりそうね。何やってんの。見ればわかるでしょ、逆立ちしてんのよ。顔真っ赤っかだよ。頭に血が昇って、脳が脳活性化。これは結構効くわね。ギブギブギブ。なんかお母さん、ね、頭を鍛えようとしてるみたいだ ね。今更かよ、ね。じゃああれも。で、舌出し体操だって。で、頭にいいらしいよ。で、どっかの民芸品みたいだな。お、今晩刺身。そうよ、なぜかわかる。え、なんでかな。お魚にはDDT という頭に良い成分がたくさん含まれているからよ。すごいや。それはきっとDHA のことなんだろうけど。 DDT はね、今は脳の細胞膜を柔らかくして記憶力を高め。さあ次の問題です。これが分かればあなたの IQ は180。これは難問だ。カントカ中学の入試問題です。クイズ脳みそで Q。 これ食べたら右脳の働きが良くなるんやって。こんにちは、みんなの脳みその時間です、ああもうこっちの頭がおかしくなっちゃうわよ。心が一番の落ち着き子です。頭の年齢ではなく心の年齢を測ってみましょう。メモのご用意を。心が一番。あれ、お母さん元気だね。なんかさ、心の年齢ってやつが18歳だったらしいよ。あ、心の年齢18歳？よくわかんないけど、プラス思考でいいんじゃない？というより、プラマイゼロだね。あらよっと。